どうも、笹です。新卒日系製造業の退職金について語ります。ただいまね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄にリンク貼ってますので、よければそちらからお届けくださいませ。では、いきます。ちょっとあと5秒ほどしたらいきたいと思います。はい、では、いきます。退職金が、9万4300円。まして、振込額が、6万2800円ですね。はい、終わります。